単語国、単語の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、三陰道に属する。古墳時代には、竹の川流域を中心に繁栄していたことが知られる。そのため、独自の王国が存在したとする説もある、単語王国論を参照。京丹後市久美浜の箱石浜遺跡からは、新朝の王網の貨幣が出土していることから、 古くから大陸との関係が深かったと推測されている。丹後地方が丹波の中心地であったことは古墳時代前期の大前方公園墳が存在したことで知られている。また、日本初期に四、日将軍が派遣された北陸、東海、西道、丹波の四方の内丹波のみが具体的な地域名で記されていることから山東県。大和王権 大和朝廷からの主要交通路の行き先にあたる重要な地域であったと推定される。和道六年七百十三年四月三日に丹波国の北部、笠郡、与佐郡、丹波郡、竹野郡、熊野郡,熊野郡の五郡,郡を咲いて丹後国として設置された。俗に本記には丹波国の五郡を咲きて初めて丹後国を置くと記され、和名類受賞には三十五教が記されている。 大浦半島の付け根に位置する志らく国、現在の舞鶴志志らくは、遅くとも、文国前の和道二年、七百九年には、丹波国に属していたが、北東部の太唯、道、太など、半島の大部分は、奈良時代、七百十年から七百九十四年、前期まで、若さ国に属していたことがわかっている。文国以前から、丹国では、丹の一族が、 国の宮津湖や軍事など支配的地位を有していた。仙台旧児本義天孫本義によれば丹波氏は天肥名命を祖としている。文国後の丹後国では、延暦2年783年に丹波すぐ信用が丹波軍国像に上岸8年866年に丹波忠福茂がこの絵布の下級上官に任じられた。 丹波国府が置かれていたと推定される、現在の南丹市や亀岡市から遠方にあることが、文国の背景にあったと考えられている。南部の桑田郡には、国分寺、国分山寺が建立されており、奈良時代には丹波国の中心地となっていたことが知られる。また、文国後の丹波国が丹後国に対して丹前国とされなかったのは、文国当時、 和道六年の文国の原則が、それ以前の同等な国の分割、キビ国を、美前、美中、ッチビンゴとするような分割とは異なり、母国から一部を割いて、分割された側に、別の新国名を付ける形、美前から見まさかが文国するような形が取られていたためであると考えられる。そして分割された側でありながら、単語、二字で、 谷派の道の尻と訓じられたとされて新たな国名が与えられなかったのは、ここが元々の丹波の地であるので、谷派の道の尻として、谷派の名を残したためとみられる。なお文国語の国名については、第二本古文書で丹波国を丹波前国、日本霊域で丹後国を丹波後国と記した例があり、前者は谷派の道の口、後者は谷派の道の尻、 和名類受賞に対応したものと考えられる。いずれも、未知、道が省略されている。室町時代は、山梨の地に、一色氏が主語となるが、戦国時代の天正七年、1579年に、織田信長軍の明智光秀や細川雄彩、長岡藤鷹とその子田だおらの単語平定で、一色氏は降伏。豊臣秀吉の時代は、長岡氏を経て、 細川府氏が支配した。水本国彦は、江戸時代後期に宮津藩市の小林現象とその子、孫によって編纂された単語地市、単歌府市に、一式氏に関する城の記事が多いことから、江戸時代の人々にとって中世単語国のイメージは、一式両国であったと分析している。江戸時代に入り、慶長5年、1600年に、細川氏が、 九州移法となった後は十二万三千国を与えられた京国高地が治める。元那8年1622年に高地が没した後に、丹後国は宮津藩、田辺藩、峰山藩の三藩分立し、地南高広、三南高山、養子の交通がそれぞれ相続した。宮津藩では、漢文6年1666年に京国高国が海域で、 道の区国に流され一時的に幕府直轄領となった後、漢文九年に山城国淀藩の長井直行が入法。遠方八年1680年にその子、長井直長が島国鳥羽藩主の内藤忠勝に視察され、着手がいないため海域となり、翌九年に武蔵国岩月藩の安倍正国が入法した。元六十年1697年に、 下谷国宇都宮藩から2歳の奥平正重、教保2年、1717 17年に、品野国飯山藩の青山幸秀、法暦8年、1758年に、東都海国浜松藩から本城助政が入法して、以降は、明治維新を経て明治4年、1871年7月の廃藩地県で三藩が県となるまで、本城氏が藩主を務めた。田藩は、 京国高森が、漢文8年、1668年に、田島国都洋日藩に違法し、京都書市内等を務めた、牧野下重が入法。峰山藩は、京国氏が、廃藩地権まで治めた。熊野軍の幕府直轄領は、情報大官が分割して支配していたが、京法20年、1735年道軍、久美浜村に、久美浜大官所が設置された。 明治四年十一月に三県は、豊岡県に並行され、明治九年1876年8月京都府に編入された。江戸時代には、宮津、田辺、舞鶴、峰山に藩長が置かれた。江戸時代京方年間に、峰山の絹や佐平寺や茅野の手米や小江門らが、西人からちりめの技法を持ち帰る。単語ちりは藩に保護され、 販売不振に陥っていた、安政四年、1857年には、不況対策と、森育成のため宮津、峰山両藩と久美浜大官所が合同で、単語国産会所を設立している。三藩のうち宮津、田辺は、不代大,大名、峰山は不代もしくは戸山大名と言われ、久美浜大官所を加えた、単語国四両はそれぞれ分立していながらも一つの、 まとまりがあったと考えられている。これは、峰山と久美浜大官書領の村が分散し、入り混じっていながらも問題が起きていないことや、天明四年、1784年に、久美浜大官書領の佐野村で起きた一期を、豊岡、峰山、宮津三藩の火星で鎮静できたことが、理由に挙げられ、藩主が恵法を繰り返した、単語国を広い意味での幕府直轄量、 徳川両国とする根拠にもなっている。和名類受賞及び、十、悪田賞では、国府は、笠郡にあると記載されている。現在の舞鶴市内とする説があるほか、宮津市とする説もあるが、詳細は不明。なお近年では、宮津市の府中地区にある、暗黒寺遺跡、宮津市小松で方形の柱穴が認められており、同地が、国府跡である、可能性を高めている。 アマデラとは未称、演技式内者、創者、一宮以下、街頭区域の面積は1283.43キロ平方メートル、人口は198,439人、2010年国勢調査。一。関ヶ原の戦いの行により、京国高知が丹後一国の国主として封じられ、宮津藩、丹後藩が成立したが、二代、京国高広の第二分地により、 田辺藩及び峰山藩が誕生した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。